はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスタースカーレットバイオレットのシングランクマッチやっていきます。構築はね、前回と同じなんですけど、ちょっと序盤なのでね、いろいろちょっとパラドックスポケモンは特に分かってないから、いろいろ使って試したいなということでね。トドロクツキめっちゃ投げたいな、この試合。投げたい相手がめちゃくちゃ多いね。いや、そんないなかったわ。サーフゴーラウドポーンくらいだわ。で、裏に誰置くかなんだけど、マスカリ考えたらまあバレるか。ミミックにもまあまあ強いし、塩にも強い。あと、海竜見れる。クレベとかかな。まあ、アマガーでもいいっちゃいいんだけど。まあそんな感じで割と良さそうだけどな。トドロクツキから入って、なんかこいつちょっと無限ダイナみたいなんだよな。毒とかはないんだけど、毒も食らっちゃうんだけど、使用感的になんか、そんなイメージが若干あって。海竜をクレベで見れるかっていうのはすごい疑問があるんだけど、殴ってくるやつだった場合はクレベ投げるしかないからな。ね、トドロクツキね、マジでなんかね、いや僕、無限ダイナはね、結構好きだったんだよね。まあ、ウーラオス受けから当時は始まって無限ダイナが使われだしたんだけど、ウーラオス受けの性能以上にね、ちょっといろいろなんか無限ダイナが強いなと思って、その、身代わりを残せる。身代わりがとにかく、インチキ臭い身代わりを使えるポケモンが多分僕めちゃくちゃ好きなんだよね。トドロクツキもその典型的なタイプなんだけど、マジでこいつの身代わり本当になんかさ、危な。スカーフの気合玉、やばいんだよね、さすがに。身代わりは晴れました。スカーフの気合玉か。一回殴ってバレルに引くか。避けてなかったら跳ねしてから、身代わり張って、晴れるかな。どうなんだろう。ちょっとそれも確認しとくか。気合玉。まあ、乱数次第だけど、控えめの場合にちょっと乱数で身代わりさえ張れなそうみたいな、そんなイメージか。まあまあまあ、良い。まあ良い。ちょね、気合玉だけは困る。フェアリーで攻められることを想定して、鋼テラスなんだけど、残念ながら気合玉は一貫するっていう、そのサザンドラと同じ状態になってるわ。かといってこいつで、ゴーストになってもさ、何もいいこと起きないと思うんだよな。そこがサザンドラとの違いですね。だこだわってんの確認できたから、で、ね、身代わりはね、確認できるから強い。相手の、行動を。ここ、塩以外は全部、奉仕でいいんだけど、塩できたら、まあ、ギガドレ打ってっていいか。手よりは負けないね。で、トドロクツキ投げて、身代わりを次押しに行くのが一番、ベストなんですが、こいつが、あと、地割れをしてくると、全部話が変わる。まあ、とりあえず、ギガトレでいいんだけど、塩漬け。バレるのが遅いからね、TOD は、まあ、こういう感じで、負けないと。でどっかで多分サーフ号登場すると思うんだけどな。だまあシャドボーだろうがゴールドラッシュだろうが一回は多分バレる耐えれるから、ギガドレをとりあえず連打しておいて、巨城からするとさ、バレルのギガドレは結構困る技の一つだと思うんだよね。ここを再生してくるから引きたいんだけど、身代わり残せるよな、さすがに。塩漬けに対しては。うん、そうだね。いやー、身代わり使えるポケモンがね、受け駒として存在して早い世界、帰ってきたわ。こう投げて。ここ塩漬け打ってたら、ギガドレで、ワンチャン死んでないかって言って怒ればいいから。はいはいはい。
デスプロワールとね、さすがに攻撃技もバリエーションが足んないはずなんだよ。塩は塩漬けに依存することになると思うんだよね。でこのターン居座ればステロダメージは残飯でペイできるから、いやーもうマジでいい。こういうポケモンを、こういうポケモンをマジ一生使いたいんだよ僕は。身狩りで、ここで身狩りを押すのが世界一。あとは突然なんか変なテラスをしてこないかだけちょっと気をつけておけば大丈夫かな。さすがに割れんよな。ああそうだよね。でここで、いやこれで詰めれるっしょ。とりあえず僕視点めっちゃ楽なのはもう見えたから、ワイドブレーカー押しといた方がいいかな。引く。サーフ号は結局トントンになって取れるから、ラウドボーン、うん、ラウドボーンもね実はこいついけると思ってるんですよ。ワイドブレーカーは物理のポケモンが出てきた時に役に立つだけなんだけど、地獄好き見てるからさ、まあ、テラスするんかな。テラス見てから僕もテラス切ればいいから、あと余計巨人に強くなるわ、鋼タイプになって。まあ、塩漬けもらうとちょっときついんだけど、あの一生塩漬けじゃ割れなくなるからね。自信とか持ってるんかな。まあでも先に数的有利とかヒットポイントで大幅に有利になっちゃえば負けないからね。で鋼にテラスしてテラバーストのフェアリーをケアしつつ、フレアソングを地獄好きで止めておけば、まあ、やばいことは起きない。ノーマルだったら絶対大丈夫だと思うけど、フレアソングを出したくない。結構入るな。地獄好きはさ、あれじゃないの、フラーソング阻止できるんじゃなかったっけ。勘違いしてる僕。ちょググるか。地獄好きで音系の技打てなくなるよね。あ、もしかしてあれ隠密マントかなこの人。それちょっと厄介だな。この本蜜マントだいぶちょっときついけどな。怠けてくるよね、おそらく。きついの来たね。さすがにきついの来たな。プラロクのさ、フラソングの威力は計り知れないぞ。マジか、これでやられちゃうか。まあ、ただ相手ちょいちょい怠けなきゃいけなくなってくるから、で僕はその間に残飯使えるから、まあ、時間稼げなくはない気がするけどな。残り10分ぐらいになったら TOD 入るか。いやラウドボンのでもねフラソングじゃ多分知らないと思うんだよな。トドロク付き、いや結構食らうわこいつ。 C が高え。多分耐久振ってないやつっぽいけど、あーどうすか、結構まずい感じになってきたな。ちょ今からさマジカルフレームも覚えないか。相談なんだが今からマジカルフレーム学習しないか。いや怠けるがこれ先に尽きる話はあるな。いやないな。せめて毒とかやけどとかが入ったね。ちょっと苦しそう。なんかないか、こっから。なんとかできる方法。ドヒドを投げなかったのが悪いか。バレルじゃなくてドヒドを投げるべきだったかな。でもそれ塩ちょっと辛いよな。なんとかならんもんかね。でもただでさえドラゴンタイプで、
フラソング半減なんだけどな。結構食らうな。ちょっと素早さを重視してさ、努力値振ってるんだけど、もしやこれ HD に特化させた方がいい話はあるな。その方が全然いいかもしれん。この辺から時間使うしかないから、いやなんかワンチャン間に合いそうな気がするけどな。残飯が結構生きてるんだよな。いや僕ね、昔無限連打使ってた時もね、ちょっと耐久を我慢して素早さに振った方がね、身代わりが強烈になるのと、ワイドブレイカー入れてるからそうしたいなと思ったんだけどな、あんま良くなかったかもしんないね。とりあえずここもまだ地獄好きでよくて、とにかくちょっと時間使うしかないよな。あーでかっ、困窮所回復が相手ちょっと辛くなるね。ノーマルテラスか。いやでもフェアリーテラスされてさ、なおかつあれだわ、隠密マンと持たれてたらもっとまずかったな。地獄好きの追加効果隠密マンとに効かないのちょっとつらいな。いやここもね、相手怠ける押すしかないと思うんだよな。だ地獄好き連打でいい。いやいけるいけるいける。今残り9分45秒ぐらいだから、僕の持ち時間がちょっときついかな。どっちかっていうとちょっと途中早めに動かなきゃいけないところがありそうだけど、死んでもテラスタル切れないから、それで時間稼ぐのは強しなくて、怠けてこないと死ぬから怠けるよね。怠けるでも結構相手打ってるぞ。もう一回地獄好きで相手悩んでる。オッケーオッケー、これで時間稼げる。突然ね、 TOD の最中にね、一瞬で技選択をするターンがあるとね、相手の時間で試合時間を稼げます。あーオッケー、ここも怠けるの助かるな。残飯がめっちゃ稼げる。なんだかんだでも残飯のエフェクトで時間稼げてるから、まだ3段階か。次あたりでも僕も跳ねしないと多分ちょっときつくなってくるだろうから、うん、さすがにそうだね。ここらで一回跳ねは押しときたくて、いや拡散取れるんだったらちょっと違うんだけどな。地獄好きで、でもまあ永遠に振る余裕はないかな、さすがに。素早さ伸ばすラインをちょっと諦めて、もうちょっと耐久に寄せるか。守る欲しいけど、いやこういう TOD のシチュエーションになってるからそう思うだけだな。角4で同化ぐらいだな。ちょっと怪しいラインだな。特性プレッシャーになってくれてもいいんだけどな、それもそれで強いと思うけど。もう怠けるだいぶなくなってきたんじゃないか。結構食らう。これで相手プラロクになったよね。さすがに次落ちるだろうな、跳ねしてないと。プラロクになった。あと6分半ぐらいだから、時間的にはそんなに、このターンは全部使っていいな。いや激アツだなこの対戦。たださすがにトドロク月が強い。
天然持ち裏に入れ、いやーでもどうなんだろうな、マント持ってなければ余裕なわけだからな、難しいとこだね。実体的には多分あと5ターンぐらいかな。羽の PP は絶対足りる、ダメージ量次第だな。なんか HS とかにちょっと振ってるラウドボーンだったりすると少し楽なんだけど、ギリ受かってるっぽいな。これプラ6でも受かってるな。 C にだいぶ振られてると多分きついはずなんだけど、これぐらいだったら残飯込みでなんとかなる。早押しする必要もないんだけど、だから急所考えるとどっかで地獄好き早く押したいんだよな。ここはまあとりあえず羽でいいな。相手でも こっからが多分続かないと思うんだよな。いやだね、届く時ちょっとね、ラウドボーンが火力に振ってるやつのことを考えるともう少し耐久に寄せた方がいい気もしてるな。素早さをだいぶ伸ばす形にしてたんだけど、多分耐久ぶりの方がいいな。あ、これでダメージ量わかるね。半分入んない。これはちょっとランスで次悪くても、あの残飯があるから大丈夫だね。これ勝てんのすごいな。いや、ラウドボーンも多分ね、これにこの届く月に勝つように調整すれば多分勝てると思うんだけど、普通にあれだな、フェアリーテラスだったらちょっときつかったな。フェアリーテラスで隠密マントされるとだいぶまずかったけど、怠けるがあともうないんじゃないかな、そろそろ。ああそうだよね、怠ける切れだよね。サーフボーに対しては1回回復技挟めるから、いやーやっぱこれだわ、強え。さすがにちょっと化け物だな。これで押し勝てちゃうんだったらさ、相当今までドヒトイで苦労してたのは何だったんだってぐらいな感じになるけどね。僕やっぱこういうポケモンが一番好きだな。無限ダイナで完全になんかあれだわ、自分のこうなんか好きなジャンルのポケモンがもうなんか固定されちゃったわ。この地獄好きでいいね。身代わり盾に気合だ。まあおお、まだやるか、やってやるよ。まあ TOD でも多分勝ちなんだけど、オッケー、サフゴも倒してちょうどあと2秒で3分が出ます。3分とで次また身代わり貼ればいいわけでしょ。巨獣王もこれで全部さ、ちょっときつかったやつ、あの少しマシになるわ。いやーもうめっちゃ楽になった、気が楽だ、身代わりで。一回羽挟まなきゃダメかな、多分。ワイドブレイカーもいいんだけど、羽挟んでから次身代わりの方がいい。どっちみち試合時間でも勝ちなんですけど、羽休めで。こういうポケモンじゃないとね、PP がさすがに足りない、8回じゃ。クレベースの自己再生とかもう死ぬほど足りないもんね。逆になんか受け駒として持ち物とかの関係でさ、受け駒としてまともに機能できるポケモンがなんか3匹4匹までぐらいが限界なんじゃないかな。残飯とヘドロで1枠ずつと、まあせいぜいブーツと5つ目ぐらいかな。まあポケモン個々の性能にもよるから一概には言えないんだけど、再生力とかが入ってくるとさらに良くなるからあれなんだけどさ。
これでワイドブレイカーを打って、ワイドブレイカー打って身狩り残るんだったらめっちゃ強いな。だそもそも轟月を巨獣音で見ようとあんまりされない気がするけど、どうなんだろう。これ耐えると結構面白い、多分耐えると思うけど。ああまあさすがにね、さすがにダメか。いやそもそも身狩りが一回耐えてる時点でさ、めちゃくちゃ強いんだよな。相手は残飯だ。まあこの展開、この展開ならワイドブレイカーの枠は龍舞の方がいいって話になるけど、まあでも身狩り残せる範囲広げれるんだったらまあ捨てがたいな。まあ OK、 ちょっと長かったけど、GG ってことでお疲れ様です。